おはようございます。本日の名言は関本忠宏さんの名言で、誰にでも同じ分量の運や月があると思うのです。それが、そういう姿勢で生きている人にはつかめるけれど、そうでない人には通り過ぎてしまう。本日の一日よろしくお願いいたします。